アイデア満載のライブ体験。ナンバー、アイの服装から行動まで、すべてがファンを興奮させます。ライブの2日目について話していきましょう。やはりね、うん、なんだかんだ言うけども、根本的には彼らのパフォーマンスを堪能できるライブをいろいろと語っていくというか、それに付随するま、いろいろな要素とかハマそう。これはあくまでおまけというか、うん、今回はそんなシンプルな感じで進めていきたいなと思います。 やはり、なんだかんだ言っても彼らがライブで見せるパフォーマンス。そこに魅力を感じて一生懸命応援してる人もいますからね。やはり、うん、なんだかんだゲ受けもシンプルにエンタメとして楽しんでいけたらなと思いますね。そんなわけで今回のライブですよね。話題になってんのは富士ですね。やはりみんな思わず話題にしたくなるというか。 空中から降りてくるというあのでっかい発射みたいなものから登場しているのはインパクトも大きかったようでもあります。最初に登場してそれであなんだなんだって空中に浮いてるあれがあるんですけども、そこからね、3人のメンバーが姿を現した時にね、会場自由がキャーというね、歓声がすごいんですよね。文字通り上からのパフォーマンスなわけですけどね。まあ、でも今回の衣装のコンセプトとかがね、サングラスに黒い衣装とか、 ゴリゴリ系だから結構、ああいうね、高きであって、大胆なまでのパフォーマンスをしているというのが、曲のコンセプトとマッチしているように思います。ああいう歌を歌ってる時でやっぱり、この少しオーバーめな自信を持ってる感じでやってると、それだけカリスマ性を感じるというか、例えば平野翔くんがラップを歌ってる姿でアップになった時、その瞬間に腕を上げるんですよ。そうすると会場が、キャーという叫び声が上がるんですよね。 平野諸君を待ちわびてたっていうのもあると思うんですけども、でもその堂々とした振る舞いというか、その時の腕を上げてる時の王者感が全身から漂ってるように思うんで、ああいうのもまあ素敵だと思いました。さらに、ライブの工夫についてもお話ししたいと思います。例えば、カメラ撮影が許可されることや、衣装やパフォーマンスのコンセプトなど、多くの要素が工夫されています。これらの工夫により、会場や視聴者の喜びも広がっています。 ライブでのパフォーマンスは特に富士のシーンが話題になりました。空中からの登場や会場の反応などインパクトが大きかったようです。また、衣装や振る舞いが曲のコンセプトとマッチしていると感じられました。特に平野翔くんのパフォーマンスには注目が集まります。彼の堂々とした振る舞いやカリスマ性は多くのファンにとって魅力的です。その姿はまさに王者のようであり、会場を魅了しました。 さらに、高い台からの飛び降りなど、危険なアクションも見られましたが、その姿はかっこよく、観客を感動させました。衣装やライティングの工夫も素晴らしく、彼らのパフォーマンスを一層引き立てています。ライブでの特別なシーンやパフォーマンスは、観客にとって忘れられない思い出となるでしょう。これからも彼らの活躍に期待したいと思います。あなたはライブでの特別なシーンやパフォーマンスについて、どのような思い出がありますかまた。 彼らの将来についてどのような期待を抱いていますか